こんばんは、 OHK スポーツスピリッツです。アスリートの素顔に迫るスポーツスピリッツ、今週のゲストは次世代を担うフィギュアスケーター、こちらの方です。岡山理科大学附属高校1年生の田中圭司選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中圭司君は3月に韓国で開かれました世界ジュニアフィギュアスケート選手権で見事銀メダルを獲得しました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はメダルを持ってきてもらいましたけれども、はい、こちらのちょっと大きい方の、ね、これが総合の銀メダル、そして、こちらの方がね、小さい方がフリーで1位になったという金メダルですね。今回は自己ベストでの銀メダルという結果なんですけれども、自分で振り返ってみていかがだったですか？やっぱり大きい舞台でいい演技ができたのですごく嬉しいです。今日はそんな話もじっくりと聞いていきたいと思います。はじめに紹介 VTR をご覧ください。岡山理大附属高校1年のフィギュアスケーター田中圭司16歳。倉敷市の生まれで、あの高橋大輔と同じ倉敷フィギュアスケーティングクラブで競技を始めました。今年はインターハイと国体の2冠を達成したほか、最大の目標だった世界ジュニア選手権ではパーソナルベストを更新して銀メダルを獲得。次世代の日本を背負うスケーターとしてその力をアピールしました。見事な銀メダルということでね、世界ジュニアでは高橋大輔選手が優勝して以来の倉敷が生んだフィギュアスケートのスター誕生という感じなんですけどね、今日はそんな圭司君のことをじっくり聞いていきたいと思いますが、まずスケートを始めたのは何歳の頃？7歳の時に楽しくて近くにリンクがあったので続けて滑りました。でフィギュアスケートを始めたのは何歳の時に？7歳ですね。あ、じゃあもうスケートを始めてすぐにもうフィギュアスケートを始めて、ね、でもうどっぷりと使ってしまったっていう感じなんですね。あとはまあよく言われると思いますけれども、この圭司君っていう名前は誰がどうしてつけてくれたんですか？お父さんがもう正義感が強い子に育つようにつけてくれました。ということで、はい、今どうでしょう、自分では気に入ってますか？はい、気に入ってます。気に入ってますか？さあでは今日圭司君に10クエスチョン素顔に迫っていきたいと思いますので、丸か×でお答えください。で、準備よろしいでしょうか？はい、テンクエッションです。スタート。それでは田中圭司さんに10の質問です。正直に答えてくださいね。答えてくださいね。競技と学業の両立は苦にならない？苦になる。今シーズンの成績には満足している？ね、これそうでしょう。大舞台ほどやる気が出る？ある。嫌いな練習がある？これどうかな。早かったですね。実はこんな趣味特技があります。スケート以外に。競技には性格が反映される？おお、そうですか。海外遠征で困ったことがある？これはないですね。いろんなとこ行くと思いますけれども。影響を受けた選手がいる？ある。負けたくないライバルがいる？おお、これも丸。競技を続ける上で夢がある？以上、田中さんへの10クエスチョンでした。はい、ありがとうございます。ということでこちらになりました。バツが2つ、そして他は丸ということでした。では一個一個聞いていきたいと思いますが、はい、まず1問目、競技と学業の両立は苦にならない、罰ということで、やっぱりちょっと大変だということですね。はい、うん、今練習は、どこで、大体こうどういう感じでやってるんですか？倉敷と大阪の方に練習に行ってます。で大阪で何日？大阪で大体3日間ぐらい。3日間行って練習して、それ以外は倉敷でやって。そうです。休みっていうのはあるんですか？あんまりないです、ね、あんまりないんですか？じゃあ結構大変ですね。はい、で、まあ、そういうことはじゃあもう、ね、両方大阪と岡山と行ったり来たりっていう感じで、はい、勉強の方はやっぱり学校休んでる分ちょっとできてないところもあります。あ、じゃあ自分で自習したりとか。やっぱり休みシーズンオフとかにもう補習でもう学校に行って勉強してます。みんなが休んでる時に一生懸命圭司君頑張ってやってるわけですね。はい、結構大変ですね、それね。はいはい、2問目、今シーズンの成績には満足している、丸。まあ、これやっぱりね、はい、なんといっても
銀メダル取りましたし、ね、そしてそれ以外にもですね、今シーズンの、ケイジ君のちょっと大会の結果をね、こちらまとめているんですが、ご覧ください。まず1月にはインターハイで優勝しました。さらに、この1月に国体でもこれ2連覇ですね、はい、うん、でこの時の 192.83 というのがこれが、自己ベストだった、ね、でさらに世界ジュニアで、準優勝でその点数をさらに上げました。自己ベストの 196.98 点を上げました、ね、今シーズンというのはこの自分で特にここが成長したなというところは何かあるんでしょうか。やっぱり試合の勝負強さがやっぱり、うん、だいぶ世界ジュニアで出てきました。なるほどね。でもこの日本国内の大会と世界に行くとまた雰囲気って全然違いますよね。はい、やっぱり日本人がいない分ちょっと不安もあるんですけど、やっぱり現地に来てくださった人たちがいたのですごく安心して滑りました、うん、韓国でね、まあ、お隣の国ということでたくさんなんか声援もあったみたいで、はい、やっぱりケイジ君頑張ってっていう声もたくさん聞こえて嬉しかったですやっぱり聞こえるもんなんですね、はい、なるほど、ね、ということでもうどんどんと成績が上がっていったという今シーズンなんですけれども、ちょっと質問の方に戻りたいと思います。こちらです。3問目。大舞台ほどやる気が出るということで、やはりまあ世界の舞台なんかになるとさらにやる気が出るということはあんまり緊張する方じゃない。いや、それがすごく緊張してやる気も潰されるぐらい緊張するんで、ええ、もう足も震えるぐらい緊張してます、ええ、だけどそれだけどやっぱりやる気というのはどんどんやっぱ出てくる。はい、やっぱり同じぐらいどんどん上がっていって、ええ、最後はもう曲始まったらもう集中するのが一番です、ね、なるほどね。そんな中でも集中できるということですね、はい、そして4問目嫌いな練習はありますということですけども、これ何でしょうか、はい、やっぱりスピンがちょっと苦手で、ずっと練習するとやっぱり酔うので、あ、やっぱりくるくる回ってると酔っちゃうもんなんですね、はい、ずっとやっぱり練習すると、うん、じゃあその辺はちょっと控えめにしたいなと。でもやっぱり、トップに行くにはもっと練習しないといけないやらなきゃいけないからなかなか大変なところがありますね、はいはい、さあではコマーシャルを挟んで、そんなケイジ君の演技の魅力、本人の解説付きでお伝えしていきます。スポーツスピーツ、今週のゲストはフィギュアスケートのジュニアの世界選手権で銀メダルを獲得しました岡山理科大学附属高校1年生田中ケイジ選手です。さて、では点検賞の続きを見ていきます。5問目ですが、実はこんな趣味特技があります。これ何でしょうか。映画鑑賞が好きです。映画鑑賞、うん、最近見た映画とか好きな映画っていうのは。最近はガンツを見て、お、二宮君の、はいはい、やっぱりハリーポッターもまだまだ気になりますね。まだまだ気になるハリーポッターじゃ、最初の頃はまだちっちゃい頃に見たんですか。はい、どんどん自分と映画も成長しているって感じ。なるほどね、一緒に成長しているっていう感じで、はい、ね、でもどうですか、でもなかなかそういう、ね、映画見たりする時間ってないんじゃないですか。やっぱり休みも必要なので、やっぱり映画を見て気分転換して、はい、今度じゃあその好きな映画のハリーポッターの曲を演技に使ってみようかなとか、そういうことは。あ、それはないですけど。それはないんですか。かっこいい曲だなと思いますね。あ、でもやっぱり曲はやっぱ気になるわけですね、はい、そういうのね、はい、さあでは6問目ですけれども、競技には性格が反映される、これ丸ということなんですね、はい、やっぱり性格って出るものなんですね。やっぱり後半がきついと諦めずに最後まで粘り強くやるのがやっぱり性格にも出てると思いますね。あ、なるほど。あ、だからじゃあちょっとあれですね、集中力がない人とか根気強くない人はじゃあフィギュアスケートはもう向いてないですね。やっぱりきつくなるとちょっと、はい、だってフリーは、ジュニアだと4分、はい、ね、そして、まあ、普通は4分半ですか、はい、シニアですとね、シニアだとね、これ大変ですよね。あれだけジャンプして回って、ね、ステップ踏んでっていう感じですもんね。さあそんな、田中圭司君のですね、ちょっとじゃあ演技を見ながらその辺ちょっとこう魅力を探っていきたいと思いますので、本人の解説付きでこちらご覧ください。